こんにちは、大山です。今日も勝手に漫画を紹介するのコーナー。えー、昭和元禄落語真珠。これなんかあの、私あんま詳しく知らないんですけど、ショーを取ってたような、あの、作品ですね。で、実際ものすっごい面白いです。あの、落語のことに関する、えー、まあ、 多分、すごい調べられたのか、もともと好きだったのかわかんないんですけど、知識がものすごいっていうのと、あの、落語に関わる人たち、それぞれですね、もうこの先生もそうなんですけど、主人公もそうだし、で、あとは、まあ、あの、この師匠さんの、えー、なんだろう、同期、同期の落語家、まあ、天才と呼ばれる落語家の方の、えー、まあ、忘れがたみとしての娘、 で一緒に住んでるっていう形なんですけどもいやもうそのそれぞれのですね過去それから未来、えー、変わっていきたいしがらみとかっていうのを全部含めて、えー、いろいろと細やかな表現で描かれていてすごく面白い漫画です。 で、まあ、あの、落語わかんない人でもですね、すごく落語の世界に引き込まれる面白い本なので、ぜひ読んでもらいたいなと思うんですけど、あの、私の中ではこの久保田春子さん、やっぱりあの、BL の作家としてすごく有名な方なので、あの、やっぱり BL から入ったんですね、最初は。で、えー、なんでしょう、昨日もちょっと配信したんですけど、BL の、えー、作品を作ってらっしゃる方って結構なんでしょうね、やっぱり探求心があるんですかね。 すごくあの細かいところまで調べ上げて、で、心理描写とかっていうのもかなり細かく細かく繊細に書かれているってことが多いので、あの、これは賞を取ってて、熊田春子って書いてあって、えってびっくりしました私。<laughs> いやーな、なんでしょうね、なんか、あの、まあ、PL の作家さんだと思って見ていたら、ここ世間的にも、 あのー、まあ、作品としてすごく評価をされているってこと結構あるので、あのー、まあ、皆さんもですね、ちょっと今勢いのある女流作家さんとか調べてみると何気に BL 書いてたみたいなこともまあまああるかなと思います。あのー、まあ、少女漫画で有名になって、それからいきなり BL 書き出した新庄真由さんとかっていう <laughs> 場合もあるんですけれども、あのー、まあ、あの、あれですね、最有機の 三倉和也さんとかもそうですね、えー。もし興味があればちょっと調べてみてください。今、女流作家が熱い。しかも少女漫画ではなく一般向けのかなりがっちり、がっちり、えー、がっつりしたものを書いてらっしゃる方、熱いです。ぜひぜひチェックしてみてください。